リルリーグスペシャル。この度僕たちリルリーグがファーストアルバムトリックスターをリリースしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやついにアルバムという形でこうやってね形として皆さんにこうお届けする日が来たという自分たちも本当嬉しく思ってるんですけれども、もう記念すべきこのファーストアルバムはですね、今までの自分たちのこうキャッチーで明るい楽曲はもちろん、これからの自分たちの未来を期待させるようなリード楽曲を引っ提げてですね、今回トリックスターというアルバムを制作させていただいて、そんなパッケージになっております。もう本当にね、今までのキャッチーな自分たちからなんかこうどこか思春期だったりとか成長期だったり、今の本当自分たちの等身大の自分たちの感情だったりをこうテーマに、これからリルリーグとしての可能性をどんどん見せていこうっていう風に、そういった意味が込められたアルバムになっているので、ぜひもう本当面白い、もう見応え聞き応え満載の作品になっているんじゃないかなと思いますね。はい、はい。そしてロリポップ、こちらの楽曲は今回のそれこそ今お話しさせていただいたトリックスさんのリード楽曲となっていまして、ロリポップといったもの自体は棒付きのキャンディーを意味するものとなっているんですけど、歌詞ではその表と裏といったテーマがありまして、明るくて今まではキャッチーであったフレッシュさを僕たち自身の強みとして出していたところを踏まえて、少しちょっとダークネスな部分じゃないですけど、なんかこの世界でアーティストとして生きる中でのどこか葛藤であったりとか苦しみだったり怒りっていう感情であったりとかも、なんか今回の作品には織り交ざっていて、なんかそういった意味ではなんて言うんでしょう、二面性をこの楽曲は一番今までの楽曲の中でも表現している楽曲でもありますし、この楽曲自体も山の魔王の宮殿にてといったクラシック の音源を引用させて使わせていただいておりまして、多分皆さんも一度は聞いたことがあるようなメロディーになっていますので、なんかどこか親近感であったりとかが湧くような楽曲にもなっていると思い、なんかよりたくさんの方々にこのロリポップがさらに届いたらいいなとは思います。ロリポップのミュージックビデオ自体も ね実は僕たち自身初の海外でのミュージックビデオ撮影をさせていただきまして、台湾でですね、撮影させてもらったんですけれども、いや本当にね、現地のスタッフさんとも言葉がなかなか通じない中、こうリアクションだったりとかでこう一つにね、その現場の空気感だったりも合わせていって、なんかこうね、今回のロリポップっていう作品に合う一番最高の映像を作っていただいたんじゃないかって思いますし、実際の遊園地では撮影させてもらったんですけども、それこそちょっと暗い中で撮影させてもらってたんで、休憩時間とかみんなでこう細い道とかをこう歩いてって、お化け屋敷だなんつったり、めちゃくちゃ怖かったですね。でももう暗い時間になって、そういうことをちょっと遊んで休憩時間にやったりしてて、楽しみながらね、裏でも本当に楽しみながらスタッフさんと一つになりながら一緒に撮影させていただいてたんで、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということで、まずは僕が思う岩城瀬那くんの表を、表はきっとね、ファンの皆さんもご存知の通り、うちの中でもね、最年長でなおかつリーダーで、リハーサルの時とかも本当にしっかりしてくださって、毎回先陣を切っていろいろなお話だったりとかもしてくださいますし、なんか本当頼りがいのあるリーダーって感じに僕は思っていました。いいよ、いましたいました過去形ということで、そんな僕が思う岩城瀬那くんの裏では、精神年齢小学生。こちらの一言でまとめさせていただきます。もうこの中にいろいろ詰まっているんですけど、まず僕がちょっとごじってしまったことによって僕が小学生なんじゃないかっていうふうに思われちゃう方もいると思うんですけど、本当に彼まず甘党なんですよ、まず甘党かつ、とにかくめちゃくちゃ笑う、もう本当にツボが浅すぎるってぐらい浅いくて、もう何してもとにかく笑う、そして普段からギャー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 ずっといろんな話をペチャクチャしてくれる、なんかもう元気な男の子って感じで、なんかもう
これはもう小学生なんじゃないかって僕は思うぐらい最近はちょっと裏がなんか普段からちょっと思ってたところなんですけど、よりちょっと最近感じるようになってきました。おはい、そうですね、中村達弘くんは僕岩城瀬名と同じ最年長組で19歳で、結構もうね、皆さんもうパッと見見ていただいたら分かるんですけれども、まずかっこよくて、オーディション中だともうできすぎくんっていうあだ名をつけられるぐらい、本当に歌も完璧、もうダンスもできる、ラップもできるっていう子だと思ってました。かっこけですが、そんな中村達弘くんの裏はそんな完璧なものではありませんでした。じゃじゃん、メンバーを困らせる問題詞いやこれはね、もうみんながね多分口揃えてメンバーの中で問題児誰ですかって言われたら、もう中村達弘だと全員の指がそこに向きますそう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 、ただもう中村達弘くんはとにかく自分のこだわりがすごく強いんですよね。集めるものにしても、なんか飲み物で飲んだ瓶の言ったらラベルをわざわざゆっくりちまちま剥がして、そこになんか絵を描いて、それをそれに花を入れて飾ってるんですよ、リビングに。リビングで花飾んなよって言った3分後には飾ってましたからね、本当に。だからそれぐらい彼のね、なんかこだわりみたいなものがあるんですけど、それのせいで僕たちは本当に心がやられているというふうに思いますので、ぜひともですね、早くそちらの方を直していただけたらなと思います。はい、はい、難波空くん、横にいる難波空くんなんですけれども、はい、ファンの皆さんが想像する表は当たり前なんですけど、リルリーグでは最年少で、はい、もう僕たちからしたらもう弟ですよね、うん、一番可愛い末っ子のような存在で、まあ、彼が一番迷惑をかける子なんですよ、実は。もう朝起きたらもうまずね、もうよだれはベッドに垂らしてるわ。もうそんな迷惑かけてないでしょよだれベッドに垂らしてるし、であと準備がちょっと遅いよね。それは確かに。そう、だからそういう可愛さみたいなところもあって、もう日頃からこう、あ、末っ子だなって思うところもあるんですけれども、はい、裏は、裏は、はい、はい、兄の顔と弟の顔があるというね、おう、ことなんですよ。おう、これ何か、そう、何かっつったら、先ほど言ったように僕たちに見せてる顔、言ったらファンの皆さんと僕たちに見せてる顔、弟の顔なんですよね、はい。まあ、末っ子だから、それこそね、ちょっと遅れたりとかね、甘えてきたりとかっていうのも、まあ日頃から行動がすごく末っ子らしいなって思うんですけれども、家族の中では一番お兄ちゃんなんですよ、言ったら長男なんですよ、彼。すごい表と裏だなっていう風に、だからここちょっと誰か密着してほしいなみたいな感じです。はい、すいません、よろしくお願いしますデビュー当時であったりは、それこそ武者修行であったりとか、初めてファンの皆様の前で自分たち自身がステージの上でパフォーマンスするといったものを、なんかさまざまなことが毎日学びの日々だったなと。どうね、こう見に来てくださる方々を盛り上げて満足させれるかっていうのは、デビューしてから半年だからっていう理由で、やっぱ中途半端にはしたくなかったっていうのもありますし、そんな存在でもある山田光大くんだと思っていました。そんな山田光大くんの裏いきます。決まりやねんな、これ過去形を喋るっていうちょっとびっくりしますよ。どうやったことでしょう、これはどうやったことでしょう。僕も初めてちょっと聞いたときは驚きました。